はい、どうも皆さん、こんにちは。えずいこです。それでは今回なんですけども、D ポイントを D 払いの支払いで使って1億ポイント山分けキャンペーンということで、今回は D 払いの情報ですね。この動画では D ポイントを持っている方であれば、誰でも参加できるキャンペーンとなっています。参加時の注意点など含めてお伝えしますので、ぜひ参考にしていただければな、と思います。それでは いしということで、今回お伝えさせていただくキャンペーンこちらとなっております。丸徳 D 祭り第1弾。お持ちの D ポイントを D バレの支払いで使って1億ポイント山分けキャンペーンというキャンペーンとなっております。で、このキャンペーンなんですけども、開催されるのが来週ですね、6月22日の火曜日から7月19日の約1ヶ月ほどのキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン自体はですね、まずエントリーが必須となってます。まだエントリーはできないんですけども、26月22 2日からエントリーができててまして対象のお店で D ポイント D 払いの支払いで使った方全員に D ポイント1億ポイントを山分けということになるんで、まあ、支払いの時に D ポイントを使うという項目があるのでそこで D ポイントを使って決済すればこのキャンペーンに参加できるということになります条件としたらめちゃくちゃ緩いですね、まあ、D 払いをね普段から使われている方であればもうご存知の方多いと思うんですけどもこれ D 払いの決済画面のところで ポイント利用というところがですね、あるので、ここをタップするとオンになります。で、その状態で D 払いで決済すると、こんな感じに決済画面が出るので、なのでとりあえず、なのでとりあえず支払いの時に D ポイントを使うというところがポイントとなります。 ま、気になるね、対象の加盟店なんですけども、こちらのお店となっております。基本的には全国の街の加盟店という風になっております。一部ね、対象外のお店はあるんですけども、基本的には、ま、D バレーが使えるお店であれば、ある程度対象ということで覚えていただいて結構です。まあ、ここにもね、一例が出てるんですけども、例えば松本清とか、ファミリーマートとか、 バナナセブンイレブンとかウェルシア、ガスト、オートバックスとか、最近はね、丸亀専門も使えるようになったりとか、あと、ホットモットとか、デイリー山崎とか、まあ、こういったところが対象であると。ですけども、一部ね、対象外のお店もあるんですけども、例えばここですね、ローソンなど一部対象外加盟店がございますということで、これをですね、クリックすると、この D ポイント利用で1億ポイント山脇キャンペーンの対象外加盟店というのが一覧でかなりずらっと出てきます。まあ、結構なページがあるんですけども、まあ、先ほどはね、D ポイント、D 払いが使えるとこでは 基本的にどこでも対象という風に。 言っちゃったんですけどもコンビニであればローソンは実は対象外であったりとかまあ、スーパーもね一部ここに出てるところがまあ対象外であったりとかまあまあ対象外のお店もまあまああるので事前にねここは抑えた方がいいと思いますなのでまあこちらに出てるようなねお店が基本的には対象であるとであとはまあ、この対象外店舗を事前にチェックした上でキャンペーンに参加してみてくださいで細かいところなんですけども先ほどもちらっとお伝えしたんですがこのキャンペーンエントリーが必要となっておりましてエントリーができる期間というのがキャンペーン がスタートした当日からで、すね6 6月月22日からスターートトしまししまてて19日の間にエントリーをしてくださいとでキャンペーン期間も同じっていうことですね。まあ先ほどお伝えしたように、対象のお店で D 払いの決済の時に D ポイントを使って支払いをして、そしたら1億円分の D ポイントが山分けされるということなんですけども、ここですね。D ポイント期間用途限定の新定数は応募人数によって変動すると。そして、 上限は期間中の決済額未満かつ2000ポイントまでということになっております。なので、山分けされるってなっても、最大でもまあ2000ポイントまでしかもらうことができないと。ですけども、もちろんそれよりは小さくなると。また、山分けするポイント数が応募人数を下回った場合ですね、応募者全員に1ポイントを申請します。なのでまあ山分けとはいえど、まあそんなに大きくね、期待はせず、数十ポイントもしくは1ポイントぐらいもらえたらラッキーかなっていう感じで参加するぐらいがちょうどいいと思います。 で、あと、ここも重要ですね。キャンペーン対象加盟店で、D 払い及び D 払い予約注文ですね。コード決済と予約注文で、税込100円以上、ポイント充当及びクーポン料分を含む支払いをされていることっていう、この税込100円以上というところがポイントとなるんで、ここもね、ちょっと気をつけないといけないところかなと思います。で、対象の支払い方法っていうのが、まあ、電話ルキン合算払いとか、そして D 払いの残高払い、あとは D カードからの支払いの設定、この3種類に限られていると。まあ、それ以外のね、支払い 方法は対象外になりますよということですねまあその対象外の支払い方法はご覧の通りとなっておりますで一部ね D 払いで支払いいただけない商品っていうのもずらーっとご覧の通りとなっておりますのでここら辺でお買い物される方はですねちょっと気をつけないといけないかなという風になりますねでポイント申請時期に関したら2021年8月末以降順次ということですのでまあ結構忘れた頃に付与されるかなという感じで覚えていただいて結構ですでもしですねこのキャンペーン参加される時にこの6月22からスタートするということなんですけどもこれと合わせてですね まあ、使った方がいいかなというタイミングがあるんですが、それがね、以前動画で紹介したこちらですね。金曜日と土曜日が2回に1回の確率で D ポイントが当たるっていうキャンペーンですね。このキャンペーンはコード決済で税込200円以上の支払いが対象となるので、これと組み合わせてもいいと思います。キャンペーンの期間であればこの25と26のタイミングですね。当たるかどうかというのは確実ではないんですけども、これとね、合わせて使ってもいいと思いますね。で、このキャンペーン、先ほどのキャンペーンと合わせるときは、ちょっとここは注意した方がいいかなと思います。 D ポイントの支払い分ということでもし税込み300円以上の支払いをするときに200ポイントを利用した場合は税込み200円以上の支払いの対象に満たないため対象外となると抽選の対象外になるのでなのでねそれ以上のお買い物を踏まえた上で参加してみていいと思いますで今お伝えした内容を簡単にまとめるとこんな感じとなっておりますキャンペーンの期間は6月22日から7月19日までの約1ヶ月ほどのキャンペーンになっているとでエントリーは必須となっておりますが6月の22日からできるようになって ますんで今はちょっとできないので気をつけてください応募条件なんですけども d 払いで d ポイントの支払いというのが必須となりますかつ税込み100円以上が必須となりますんでここはね必ず覚えておいてくださいで得点内容としたら1億円分の d ポイント期間用途限定を山分けということなんですけどもまあねかなりの人数の方が参加されるかと思いますんでもらえるポイントっていうのはかなり低いんじゃないかなという風うに予想しておりますな,なのでまあ、最低でも1ポイントという感じで覚えておいていいと思います対象の決済方法を は D 払いの残高払いとか電話料金合算払いそして D カードが必要となるんですけども対象外のお買い物として D カード以外のクレジットカードとか D カードプリペイドこれらは対象外のお買い物となりますそして付与日なんですけども2021年8月末以降順次となっております で、今回のこの丸徳 D 祭りに関したら、まだまだ続編があるみたいで、この夏、得する D 祭り続々開催、こうご期待ということで、2021年の7月中旬と、そして9月もあるということですので、まあ、9月までは特に空きがなくて、まあ参加できるんじゃないかなというふうに思います。全然関係ないんですけども、最近 LINE でね、ポイントのスタンプが無料でダウンロードで出てきてるので、結構僕は使っております。で、今回プラスアルファの情報として、まあ今回 D ポイントを使うので、まあ D ポイント貯める なならどどううすするのかいうとといころなんですけどもやっぱりねポイントサイトがおすすめなんですよね。もうこれはね、ほんと僕のチャンネル見てる方であればもう結構ポイントサイト使ってる方がほとんどかなというふうに思ってるんですけどもそのご自身が利用してるポイントサイトからもう D ポイントを交換してそしたら今回のキャンペーンもすんなりね参加できるかなと思います。 まあ結構ね、貯め方ほんといろいろあるんですけども、僕は基本的にはもう、まあポイントカードを提示して貯めることも多いんですが、やっぱりポイントサイトで貯めることが多くなってます、最近は。なのでね、おかげさまで今現在のポイントの残高は179,505ポイントということで、これでもね、結構前よりか減った部分ではあるんですけども、まだまだちょっと頑張って貯めたいなというふうに思っております。で、一応僕的に今回の内容を踏まえてお勧すすめするポイントサイトはこちらですね、結構久しぶりに紹介するポイントサイトの笑うっていうポイントサイトなんですけど、 こちらのポイントサイトなんで紹介するかと言いますと、こちら見ていただいたらわかるように、この笑うで貯まったポイントを500ポイントから基本的に交換することができるんですが、D ポイントに交換する場合、即時ですぐに交換することができます。一応ここ最小交換額5000ポイントというふうに出てるんですけども、笑うでは5000ポイントイコール500円ということになってますんで、 これだけね、ポイント貯めたらすぐに交換できるっていうところが笑うの魅力的なところなんですよね。まあ、意外とこのポイントサイトの中のゲームであったりとか案件をクリアしたら、なんちゃかんちゃここに到達するのも、まあ、個人差はあるんですけど、まあまあ早かったりもするので、意外とこのキャンペーンに間に合わすこともできたりするんじゃないかなっていうふうに思っております。で、もしですね、まだ笑う登録されてない方いらっしゃいましたら、こちら僕のリンクからですね、登録されると、最大で1000円分のポイントがもらえるっていうことも可能となっております。 ま、その内容はこのリンクから入っていただければわかると思うんですけども、内訳としたら、毎日ログインキャンペーンで最大5000ポイント、500円ですね。そして初回限定キャンペーンで最大で5000ポイント、ま、500円ですね。これと合わせて1000円分がもらえるということになります。ま、いろいろね、条件とかあるので、そこはね、登録して、このページを見た上で判断していただければと思います。 このポイントサイトも結構ね、歴史が長くて、運営歴が21年以上であったりとか、ユーザー数250万人以上いったりとか、あとは先ほどもお伝えしたように500円分から交換可能となってますんで、まあ、比較的使いやすいポイントサイトとなっております。 で、笑うで貯まった500円分に関したら、交換方法ね、いろいろあります。先ほどお伝えした D ポイント以外にも、ポンタとか、ラインペイとか、アマギフとか、他のね、ポイントにも交換することもできたりとか、一応、現金化も一応することもできますんで、もしね、検討されてる方は、この笑う使ってみてもいいんじゃないかなという風に思っております。まあ、そんなことで今回は D 払いの丸徳 D 祭り第1弾のキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、今回ね、このキャンペーンは山分けのキャンペーンとなっていますので、 ししててててるるんでですすすけどもも何かのついでとかかののいいのかなといととにに参参加加程度みなう思っております最近はね、やっぱりポイ活キャッシュレスン盛り上がってるとこではあるかなと思いますんで、まあそこら辺も考慮した上でぜひ参加してみてください。で、先ほどお伝えしたキャンペーンの公式リンク、そしてポイントサイド笑うの登録、まだの方いらっしゃいましたら、こちら概要欄にリンク貼っておきますんで、こちらも詳細気になる方いらっしゃいましたらチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。